皆さんこんにちは、かなみです。アニョハセヨー、チョヌンカナミンイムニダ韓国語で挨拶してみました。なんか韓国の方もね、見てくださってる方がなんかコメントでも韓国語でいただいたりしてるので合ってますか、どうだろうはい、ということで今回は、今日がね4月の11日なんですけど、なんと新発売されたハーゲンダッツを購入することができたので食べたいなと思います。ニュースでハーゲンダッツの新作が発売されるっていうのを見て、あとね広告とかもなんか出てるのを見て、おいしそうと思って、これを開発するのに5年かかったみたいで、この上がパリパリチョコになってて、下にとろーりあふれるショコラが入ってて、抹茶&クッキー、おいしそうハーゲンダッツのスプーンクラッシュっていう商品になってます。こっちが抹茶&クッキー、こっちがバニラ&マカダミアン、ベリー系ですね。そう、めっちゃ美味しそうじゃない、こちらを食べていきたいと思いますそれではスタート。はい、それではこちらの、こちらから抹茶の方からいただきたいと思います。いただきます。見て、かわいいスプーンハート、よし、うん、お、こんな感じ、あ、硬い、こんな感じです。ではいただきます。あ、すごいパリ、え、見て、あふれるチョコレート、こうか、あふれてます、チョコレートが。いただきます。うん、おいしい。中の抹茶のチョコに、中の抹茶のアイスにクッキーが入ってます、チョコクッキー、おいしい。うん、パリッ、スプーンクラッシュ、おいしい、おいしい。すごいね、どんどんアイスも進化してますね。じゃあ贅沢にこっちも食べますバニラ&マカダミアン、絶対美味しいよね、マカダミアン好きなんですよね。ではいただきます。すごいベリー系、ベリー、うん、うん、ふん、うん、ふん、え、めっちゃ美味しい。うん、うん、ベリーが甘酸っぱくて、バニラアイスと絡んで美味しいです。うん、マカダミアナッツも最高、美味しい。個人的にはこっちのベリー系の方が好みかもしれません、美味しいでもどっちも美味しいけどこれ食べてる今日は4月の11日ということで、ときめき宣伝日の結成日なんですよ。ときせんは8周年になります。ちょっときせんは3周年なんですけど、4月でになったんですけど、あっという間ですね。そのご褒美ということで、記念日ということでアイスを食べます
いやでも本当人生何があるかわからないなってなんかつくづく感じますね。うん、SNS がね発達したおかげで好きがすごいいろんな方に聞いてもらえてダンスも踊ってもらえたりして結構トキセンの名前がね広まっていったという感じがするのでいや嬉しいね。おいしい。この間メンバーとスタッフさんとみんなでブラックピンクさんのライブに行かせていただいたんですけど、もう会場が東京ドームということで初めて東京ドーム入ったんですよ。もう入る前からもう人の数がもう尋常じゃないくらいいて、あんな大人数の方が一気なの東京ドームに入って、ブラックピンクさんのなんか登場する瞬間、音楽とかもだんだんあの大きくなり始めてきて始まるぞみたいな空気感が会場に漂うんですよ。その時のもうファンの人たちの歓声とかがもうすごくて、こんなに人の歓声だけでなんか会場が揺れる感じになることってあるんだってくらいもう熱量がすごくて、そんな大きい歓声いつか自分たちのライブでも聞いてみたいなって思っちゃいましたね。今でもね歓声声ありライブができるようになって、もうたくさんの愛のこもった歓声は聞いているんですけど、またなんか一味違う空気感なのかなとか、どんな感じなんだろう東京ドーム。ねえすごいよね、ツアーの一箇所として東京ドームでライブするって本当にすごいなって思いますね。もう表情とかももうかっこよすぎて、ダンスもキレッキレでかっこいいし、いつかトキセンももっともっと世界中の人たちに求めていただけるグループになれるように頑張りたいなと思いました。しかもグッズもすごい可愛くて、ペンライトとかなんかピコピコハンモンみたいな形してたりとか、一羽がハートだったりとか、いろんなデザイン性があって、いいなーって思って、スタッフさんにペンライトをもっとなんか特徴的のある特性らしいのにしませんかって言ったら、大きい会場になったらいろいろできるよっていう風に言っていたので、トキセンの象徴となるグッズがいつか作れたらいいなって思いました。可愛くない？めっちゃ可愛いよ。もうハートも光るんだよ、ピコピコハンマーが。トキセンだったらなんだろう、宣伝部？何？メガホン？メガホンでその広がったさ、この口のところ、ハートの形をしたメガホンのペンライト。でもハートのうちは可愛い。いろんなグッズがね作れるようになったらまた楽しいなって思いましたね。私いつかペンライト、今ってみんなファンの人が自分で色を決めてこうやって持ってくださってるじゃないですか、じゃなくて遠隔操作みたいなのできるライブとかあるじゃないですか。ペンライトを、なんだろう、私たち側がペンライトの色を操作するみたいなのをやってみたい。全員が同じ色になったりとか、曲とか演出に合わせたペンライトのカラーチェンジができたらすごいね綺麗なんじゃないかなって思います。もちろん今のライブもすごい楽しいんですけど、大きい箱になればなるほどやれることの幅も広がるじゃないですか。いろいろ夢が広がりますね。あれもしたい、あの釣るこの飛ぶやつ、みんなの上空中を飛びたいですね、いつか。
よかれとかできんのかな、なんかわかんないけど。あとステージがこう動いて、透明のステージ、透けてるステージこう動くやつとかあるじゃないですか。楽しそうだなと思いますね。これからいろんな演出もできるようにもっともっと頑張っていきたいと思うので、皆さん引き続き応援もよろしくお願いしますね。もう今年ね、インドネシアにも行かせていただくし、海外のファンの方とももっともっと交流できていけたらいいなと思っていますと話してるうちに、これも食べ終わりそう。ベリーの方、抹茶の方はまた後で食べたいと思います。皆さんも気になった方食べてみてください。全然広告とかじゃないんですけど、食べてみました。はい、ということで今日は金曜日ということで、今夜25時53分から超ときめき宣伝部の初の冠番組、ときめきを止めるなが放送されます。皆さんぜひぜひ、予約配信になっちゃうと思いますが、見てください。見てくれないと、いやいやよ。